それでは本日はですね、谷口さんに、まあ、アンプティサッカーの全日本選手権に行かれたということで、ちょっとそのお話をしていただこうかなと思うんですけども、まず、見てる皆さんですね、アンプティサッカーってどんなサッカーなのっていうことをちょっとお話ししていただければと思います。はい、アンプティサッカーはですね、アンプティ切断といいます。切断者が行う、主に切断者が行うサッカー、まあ、こういった、まあ、切断しているのでこういった杖を2本使い、まあ、腕に使ってですね、で、片足、義足は外します。で、片足とこの杖を腕につけて走ってサッカーをする、まあ、簡単に言えばそういう競技なんですけど、今回は、まあ、今回もなんですけど、神奈川県の川崎の方の、はい、富士通スタジアムというところで開催されて、そこで戦ってきました。チームとしては3位入賞、はい、させていただくことはできました。はい、はい、本当皆さんがしっかり一致団結して、はいはい、できた成果かなと思ってます。私個人的にはですね、そうですね、ちょっとなかなか不甲斐ないような成績が残せなかった、はい、まあ、得点も上げれなかったということもあって、ちょっとそうですね、いろいろ思いが残る試合だったかなと思ってます。どうですか、こう障害者スポーツっていうものに、参加してみて、こう気持ちだったりとか、まあ、なんかこう変化が、参加してない時に比べて、あればちょっと教えてほしいなと。はい、まあ、私もともとスポーツが好きだったんですよね。で、足切断してからスポーツができないなぁと思って、まあもちろん走ることもできないと思ってて、まあ、何かスポーツできることないかなと、まあ、当時思ってて、まあ、車椅子の競技ですとか、まあ、その他まあいろいろな競技、まあ、体験させていただいたことはあるんですけど、どうもそうですね、昔やっていたなんです記憶があって、まあ、うまく動くことができないし、そうですね、なんかこう自分の体が思うように使えないので、もどかしくてもどかしくて、そうですね、体験させていただいた競技は、まあ、うまくいかなかったことがあったんですけど、このサッカーについては昔やったことがない実はスポーツなんですね。で、そこで、まあ、誘っていただいた同じチームのメンバーの方なんですけど、その方からやろうよ、やろうよ、やろうよ、やってみようよ、大丈夫、大丈夫っていうことでやってみて、そうですね。で、うん、まあ、やったことなかったから、しっかりこう、なんかこう、面白みが分かったのかなって。なんか動けるし、走れるし、なんか汗かけるし、なんか、ポッと見たらみんな同じような感じなんですよね。みんな足切断してるし、自己紹介代わりに、どこで足切断したのとか、そんな会話するんですよね。はい、なんだこいつだわと思いながら、はい、最初は入っていたような気がします。パラアスリートとして、谷口さんは活動されているということもあると思うんですけども、一人のアスリートとしてこのアンプティサッカーっていうものを、まあ、どういうふうに、まあ、捉えているか、まあ、そして、普及させていきたいかっていうのをちょっと聞いてもいいですか。団体競技そのものを実はしたことはなかったんですね。なので、この団体競技に関わるっていうことは、まあ、みんなの、そうですね、チーム全員と関わっていかなくてはいけない、っていうことを始めないといけないので、全員のモチベーションがどこまでこう維持できるかっていうことを考えていて、まあ、自分の声かけですとか、人から声かけられた時にどうやって動けばいいっていうのを最近すごく考えるようになりました。
そのみんなとの関わり合い、もちろんチームのみんな、まあ、選手同士のみんなもなんですけど、まあ、関わって、まあ、仕事もそうですけど、まあ、社会に出れるようになって、はい、まあ、なんていうんですかね、そうですね、まあ、日常生活でもハーフパンツ短パンで出れるようにもなりましたし、もう本当胸張って生活ができていってるのはもうチームのおかげかなと、はい、思うので、しっかりそうですね、まあ、誰にでも言えることなんですけど、そうです、まあ、引きこもっている、ね、方、まだこれはどうなんだっていう、まだこう、ね、出れない人いると思うんですけど、そういう人たちもみんなが勇気がつけ、ね、出るような、はい、活動を、まあ、自分を見て、うん、こう感じてもらえたらなと、はい、思います、はい。そうですね、パラスポーツを通じて、そうですね、社会に出るためのです、ね、まあ、橋渡しに、ね、なっていければいいなと思います。本日は、全日本選手権、できましたよという話を伺いました。本日もお話ありがとうございました。ありがとうございます。しっかり頑張っていきますので、今後よろしく応援よろしくお願いいたします。